鹿児島県鹿児島市高来町高来町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下高来町及び、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在竹村。郵便番号は890051。人口は3404人。世帯数は1925世帯。高来町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市の中央部。 高月川の中流域に位置している。町域の北方には、鍛冶屋町、南方には新た、東方には下、新た、新屋敷町、西方には、上野園町がそれぞれ接している。東端部には、鹿児島県道20号鹿児島加世田線が南北に通っており、県道20号線上には、鹿児島市電、谷山線が通っている。町域内にはに中通電停。 竹の橋電停が所在している。また、2015年4月30日までは、鹿児島市交通局及び、鹿児島市交通局の電車車庫が所在していた。町域の北部には、鹿児島女子短期大学、南日本放送が所在しており、南部には、鹿児島市立高南中学校が所在している。港南中学校の校門付近には三法切出身名手検証費があり、 1935年に三宝切出身の江戸末期から明治初期にかけて活躍した48人を称え、混流された。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば、高来町14の25の地点で22万千円平方メートルとなっている。高来町という町名は島津義弘が警庁の役で連れてきた。 高麗人たちをこの地に住まわせたことに由来する。その後高麗人たちは、漢文3年と同9年に、日置郡移住院号名わし川村へ移された。文政6年の、縦の並名わし川焼物高麗人トライ、財布由来期によれば、慶長3年に、島津義弘が連れてきた高麗人が多数居住したことにより高麗町として、町立てされたとされる。 江戸時代の漢文三年及び漢文九年にはそれまで高来町に居住していた高来人を日置群移住院名縄城川村に移したという従来居住していた高来人が名縄城川村に移された後は高月川沿いに150坪余りの武家屋敷が作られた天保年間には鹿児島城下の武家屋敷は高月川のさらに南に広がり高来町あたりに 居住している者も多数いたという。また、高来町合中が置かれており、合中教育が行われていた。明治時代初期には、鹿児島不可のうちであった。明治初期の高来町は平民に比べ氏族が多く、居住しており、武家町であった。1881年には、五町役場が高来町に設置されていた。1889年に市政が施行されたのに、 ともない、鹿児島城下47町及び、近在三村より、鹿児島市が成立した。それに伴って、それまでの高来町は、鹿児島市の町、高来町となった。1911年9月30日に、鹿児島郡西部田村大麻部のうち、飛び地となっていた、八幡田田んぼの区域が、鹿児島市高来町に編入された。 1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市街地域の住居表示に着手した。西鹿児島駅前一帯において、町会長名の変更が実施されることとなり、1970年に高来町の一部が上野園町に編入された。翌年の1971年7月1日には、高来新田地区において、 住居表示が実施されることとなった。これに伴い町域の再編が実施されることとなり、下荒田町の一部を高来町に編入し、高来町の全域で住居表示が実施された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島女子短期大学鹿児島市立高南、中学校高来町には、 鹿児島女子短期大学、鹿児島私立高難中学校が設置されており、かつては鹿児島学芸高等学校が置かれていた。また、志学館大学や鹿児島女子短期大学、志学館中等部、高等部などを設置する学校法人志学館学園の本部が置かれている。2006年に高来町に本部を置く。 学校法人史学館学園の鹿児島女子短期大学が支払一丁目から鹿児島学芸高等学校は土地に移転した。詳細は鹿児島女子短期大学を参照かつては鹿児島学芸高等学校が高来町に置かれていた。1965年に三田由衣によって平野町に創設された鹿児島女子祈芸学校は1921年に 高来町に移転し、1926年に、鹿児島高等実践女学校に、改称1948年には、新生の高等学校となり、鹿児島実践女子高等学校となった。1983年には、鹿児島女子大学附属高等学校。1999年には、鹿児島学芸高等学校に名称を変更した。 しかし定員はあれが続いたことから2004年に募集を停止し2006年に閉校となった。鹿児島市立高南中学校は1948年4月1日に鹿児島市立第7中学校として設置され、1949年4月1日に鹿児島市立高南中学校に改称した。詳細は 鹿児島市立高南中学校を参照市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。に中通り県道指導鹿児島市交通局。ありがとうございます。